すごい練習いらない。おはようございます。10月の6日日曜日の礼拝を始めます。ご起立できる方はご起立いただきまして、賛美歌を賛美いたしましょう。Thank you.
そのままで口読文を口読いたします。私を弁護してください。主よ、私が誠実に歩みよろめくことなく主に信頼したことを。主よ、私を調べ私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの信念の道を歩み続けました。私は不真実な人ともに座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの最大の名前を挙げましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの屈しい御業を余すことなく語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。ご着席ください。それではお祈りをいたします。全能の父なる神様、私たちをいつも見守り、深い配慮によってすべてを導いてくださるあなたの恵みに感謝いたします。過ぎた1週間の歩みを守り導いてくださり、週の初めの日曜日、こうして多くの兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができますことを感謝いたします。私たちが御子イエス・キリストによって結ばれたものとして、心を合わせ、声を合わせ、御心にかなう賛美と感謝を捧げることができますように。またいろいろな事情によって主の日の礼拝を守ることのできない兄弟姉妹、オンラインで参加をしております兄弟姉妹をも、どうかあなたが共にいて祈りを聞き上げてください。毎日の生活は楽なものではありませんが、私たちが困難の中で心が奪われ折れそうになるときは、あなたがいつもこうした重荷を担ってくださることを思い起こさせ、どのようなときも主を信頼し、耐えることなく主を賛美しながら新たな一週間へと向かうことができますようにお祈りいたします。私たちの教会を覚えます。あなたは教会を祈りの家としてお建てになり、私たちをそこに連なるものとされました。一人で祈れない時に共に祈る兄弟姉妹が与えてくださいました。この大きな恵みに感謝いたします。礼拝と教会のさまざまなイベントを覚え、これから計画される催しがあなたの御心にかない、この教会を通してあなたの祝福がこの世界に広がり行き渡りますように、私たち一人一人奉仕を支える兄弟姉妹の上にも豊かに聖霊を注いでください。今から御言葉を聞きます。祈りに触れて私たちの人生に方向性を与え豊かにしてください。主イエス様を通して語られますあなたの御言葉をはっきりと聞くことができますように、私たちの心の耳を開いてください。語るべき先生が聖霊に満たされて、語るべき御言葉を語ることができますようにお導きください。この小さなお祈り、一人一人の心にある祈りと合わせて主イエス様の御名を通してお捧げいたします。アーメン。そのままで主の祈りをいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書朗読、デイビッド兄弟お願いします。皆さんおはようございます。今日の聖書はヨブ記一章一節から五節です。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。
彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7千と、ラクダ3千と、牛500匹、メロパ500と、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに生き生きし、それを恐れ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって、彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、成仏することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら人のために、それぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で呪ったかもしれないと思った彼である。ヨブはいつもこのようにしていた。おはようございます。10月は、体育の日の月です。あ、今体育の日じゃなくて何て言うんだ、スポーツの日って言うんですね。健康が大事だというのを覚える月なんですね。それも体の健康と、もう一つ心の健康、魂の健康を忘れないように今月は行きます。で、運動も、まあ、スポーツはとっても大事だっていうのを私たちはしていますね。特にここ、まあ、ロサンゼルスではですね、大谷という人がいてですね、もうスポーツが大成功している文化を今持ってるんですね。で、9月26日、ドジャーズが3年連続地区優勝をしました。7回裏に勝ち越しのタイムリーを打ったり、8回裏は二塁打を打ったり、まあとにかくすごいんですよ。で、日本ではですね、あ、なんでこんな風になるの？うわ、動いてる。動いてる、こんなのをですね、あの日本ではあの見ることができるぐらいすごかったらしいんですね。地区優勝した気持ちはって言ったら、もう最高だって大谷選手が言うんですよ。喜んでるんです。自己ベストを更新できたからですね。で、彼は高いレベルでプレーを継続できた理由をこう言いました。毎日毎日同じルーティーンというものをしっかりこなせたと思いますし、プラス周りのサポート、僕一人のルーティンではもちろんこんなのできませんと言うんです。感謝の言葉でした。で、毎日毎日同じ時間に同じことをなるべくできるようなスケジュールを話し合いながらできたのが良かったと思いますと言いました。そしてね、あのボスがゴームスっていう GM のボスがいるんですけど、マネージャーですね。で、彼がこう言ったんです。彼の活躍を毎日見ているし、試合前の振る舞いも見ている。彼はね、ルーティーンをよく考えているんだ。もうまたルーティーン、これしてない。今までルーティーンっていう言葉はですね、使ったことがなかったんですけど、成功するにはこのルーティーンという言葉が登場するんだっていうのが分かりました。旗から見て良いルーティーンがあるんです。ボスが見るところ、そのルーティーンは素晴らしいと言うんです。それでね、物事をよくよく考える力を持っている、それがルーティーンに現れているんですね。ここが今日のポイントです。目指す大きな目標には、生活が良くなるには、人格が現れる立ち振る舞いと良いルーティーンがものを言うんです。でね、ルーティーンとは何だろうって、まあそんな使ったことないじゃないですか。日本語で言ったら何だろう、日課だったら日課
日課、日常的に行われる決まった手順、仕事、習慣です。良い日課、ルーティンは良い生活、成績につながる。幸せな目標がきちっともらえるようになるっていうことですね。毎日毎日プラスですよ。毎週毎週同じことを繰り返すことは嫌で、もうめんどくさい、もうこの仕事嫌、めんどくさいと思ったとしたらですよ、私が自分の仕事自分の仕事がめっちゃ嫌だと、もうこんなのまたって言ったらですよ、毎週メッセージどうしようって、もうそれはダメですね。もう良い結果は絶対見込めない。だって顔が笑えないもん。もういつか辞めてやるこの仕事と思えないですね。絶対無理なんですね。辞めた方がいい。そういう人ははっさっさと辞める。いやいや練習してもルーティンをしてもダメなんです。で手を抜こうと、手を抜く方法を覚えるようなんですね、人間っていうのは。でもね、大谷はそうじゃない。手を抜かないんです。ものすごく真面目に、生真面目に努力をするんです。ルーティンに成長につながる良いルーティンだからです。よく考えてるんです、ルーティンを。良いルーティンがあるかどうか、これが今日のポイントです。大事な。例えば子供にはですね、ピアノの練習したって毎日するんですよね。ピアノっていうのは週1回じゃ上手くならないです。バイオリンの練習も毎日10分、まあ私はだいたい5分10分って言うんですけど、もっと素晴らしい人は30分1時間って言うんですけど、そんな無理無理、手が痛くなる。学校から帰ってきてちゃんと宿題をするとかですね、日々の聖書を読んで神様とちゃんと話してるかとか、まあいろんなルーティンがあるし、みんな違いますね。で周りにいる人のサポートがあってこそ良いルーティンっていうのは保つことができるんです。保てないっていうルーティンはですね、横からですね邪魔が入ったりするとできないんですね。特に家族とか友達、仲間の感謝を忘れないことが大事ですね。昔ヨブという人がいました。今日読んだ聖書のところです。有名な人です。彼の生活ルーティンを聖書はね話してるんですね。大金持ちの彼、羊7000頭、まあ、こんなこと言われてもなんやねん、なんで羊ラクダ、そんなのいたら困るわって思うけど、当時はそれがあのお金ですね、お金がたくさんあったんです。で従業員も多い、もう世界一大きなGoogle みたいな会社を経営してると思ってください。東の国で一番金持ちでした。でもう一つ、ほらさっき言ったでしょ、彼はですね立ち振る舞いが良かったんです。とっても正しくて良い人で心が良かったんですね。神様を恐れ信じていました。で悪いことをしないようにと注意をして、きちっとした人格者でした。彼には良いルーティンがありました。これが成功の祝福の秘訣です。10人の子供が与えられまして、7人の息子がいまして、1週間7日あるでしょ。で毎日毎日息子の家でご飯を食べるっていうねルーティンがあるんですよ。でその家族がですね、お兄ちゃんたちが呼ぶときに3人の姉妹がいるじゃないですか、娘も一緒に呼ぶんですね。で家族が毎晩必ず一緒に食事をするという日々のルーティンがありました。1週間が終わるとヨブさんは子供たちを呼ぶんです。はい来なさいって言って、で家族と一緒に礼拝をするんです。一人一人のために、もしかしたらこの子がね悪いことをしたかもしれない、罪を犯したかもしれないと、お父さんは子供たちをすっごく気を使うんです。でね、何もそんな悪いことなんかしとらんという子は、まあ大体言いますね、パパ大丈夫だよ、私そんな悪い子じゃないから。でももしかしたら心の中で悪いことを考えたり、もしかしたら悪口を言ったり、あの会社のあの社長はムカつくとかね言ったかもしれない、反抗的な態度を持っているかもしれないと、ヨブさん神様を恐れ心から礼拝していたので、子供たちも一緒にきちっと毎週礼拝をしていたんです。さてこのお父さんヨブの生活ルーティーンは2つ、1つに日々のルーティーンでしょ、もう1つは
毎週するルーティンですね。2つありました。2つです、まあ、聖書に書いてあるのが2つです。皆さん毎日良いルーティンをしっかり持っていますか？毎週良いルーティンを持っていますか？2つです。毎日だけじゃない、毎週です。さて、私は何をしているんだと自分をチェックするんですね。そうすると朝のルーティンが大事です。まあ6時前後に起きましてですね、コーヒーをまず入れ、歯磨いてコーヒー入れるんですね。で歯磨き粉はね、黒のね、炭の歯磨き粉ってしてる、まあ、それを使い始めたらそれしか使えなくなっちゃってですね、面白いもんで黒い歯磨き粉を使うようになったんですね。まあそんなの使わなくていい。その間にコーヒーを入れてる間に私は喉の調子を毎朝チェックするんです。まあコロナになって特にです。マヌカハニーっていうのをですね、舐めるんですね。でその後にビタミンゼリーっていうのを1個食べます。そして座るんです。ずっと立ってるんです。あとずっとうろ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 してね、ちょっと動きながら、そして座って聖書を読むんです。で今日のニュースのチェックは全部読むんですね。朝あのインターネットですけどね、特に日本のニュースは全部チェックします。アメリカのニュースはねそこそこなんですけど、あんまりちょっと英語読めないんだし、でやっぱり日本語はねパッて入ってくるので漢字だから、で日本語は全部芸能ニュース、まあ、この頃はですねあのなんだっけ、大谷野球なんか全然わかんないんですよ私。でも大谷のことはちょびっとは見てるんですね。あ、全部メッセージのネタ仕事のためで、ここまあそれが大体大事な朝のルーティンなんです。もう朝の6時から仕事のために邁進ですね私は。で週のルーティンがこれが大事なんです。複雑です。でも月曜の朝からメッセージの準備がまず第一にスタートしないといけないんです。それから週報です、賛美です、バイブルスタディです、パワーポイントです。木曜までにこの5つを並行して動かすんですね。これが大変なんです。でその間に他の仕事をこなすんです。まあミーティングあり、なんかミニストリーあり、ね、で電話かかってきたり電話の対応ありで。さて一つ私はこのルーティン、週のルーティンですね、これを確立するのが大変でした。なぜなら学校ではですよ、まあ、先輩から月曜日は休みなさいと教えられるんですね。日曜日大変なんですよ。で大体月曜日ですね休まないといけないんですけど、月曜日に休むと火曜日からスタートするとルーティンがねできなかったんです。なんかダメなんですよ。これがダメだと思って良いルーティンを確立するためにどうしようと思った時にですね、サドルバック教会に行きまして、そこで日本人牧師のためのセミナーがありまして、そこで牧師が月曜日休んで仕事を始めなかったらきっと1週間は大変だっていう教えられたんですね。で私その時にルーティンを確立したんです。月曜の朝1から仕事を始めるルーティンです。そうすると水曜日の、まあ、昼夕方夜とか木曜日の朝ぐらいはなんとかですねちょっと一息がつけるようになってきたんですね。自分に合うルーティンを見つけたということです。朝、月曜朝からのスタートがルーティンです。ヨブさんの毎日毎週のルーティンは祝福の秘訣になりました。神様はヨブのこの生活ルーティンを喜んで、ヨブをすごい可愛がったんです。彼のようにねもう潔白で正しくて神様を恐れて悪から遠ざかっている人は一人もこの世には地上にはいないというほどヨブを本当に可愛がったんです。そうするとねサタンがねこう言うんです。神様はね彼の家とか全ての持ち物にフェンスを垣を巡らして守ってるじゃないかよって言って、可愛がりすぎだよって言うんですね。まあ自分の子を可愛がるなんて当たり前でしょね。でもサタンがね可愛がりすぎ、甘やかしてるからだって言うんです。ヨブさんの手の技仕事を神様はねすっごい祝福しました。そして守ったんですね。それは神様から見てヨブは良い
ルーティンがあってきちっと生活をしていたからです。守られるヨブ、そしてヨブのファミリーは資産、家畜、まあ、家畜っていうか資産がどんどん増え広がっていきました。家族も大きくなるんです。子供10人ですよ。皆さん考えてみてください。孫何人になるやろ、ひ孫っつったらちょっと思うぐらいです。そうするとカレンダーに誰々ちゃんの誕生日っていうのが毎週入るんですね。誕生日のプレゼント買いに行くだけでね、1年が終わるそうですよ。あ、それは私のお友達が言いました。孫がね15人ぐらいいてね、もう孫の誕生日を追っかけるだけで人生が終わるって言ってました。さて、私の知り合い、神戸の教会、神戸に住んでるんですけど、その女性はですね、教会で出会った人ですね。お金持ちでした。贅沢な生活をしていました。毎日お昼はランチに出かけるんです。でも彼女はね、食欲がないんです。どうも体調がいつも悪いっていう感じの人だったんです。で、いろんなお医者さんに相談をしに行きました。もう町中の医者みんな知ってる、いつも医者に行くんです彼女。そうすると、別に悪いとこありませんよって言われる。奥さん、生活を変えなさい、仕事を励め、まあ仕事してないですね、運動をしなさい、何かしなさい、打ち込むものですね。彼女の生活習慣は、まあ自分はお金持ちっていうなので遊んで暮らすことがスタータスなんですね。そして好きなものを食べる、好きなものを飲む、それもお昼からランチして飲むんですよ彼女。で、自由にするのが自分の好きなスタイルで、それがルーティンだったんです。だから言葉で言えば、自由を満喫する生活が特権でありルーティンでした。でもね、彼女全然面白くないんですよ。自分の生活が嫌なんですね。きちっと良いルーティンを持たない生活をしていたことです。彼女のルーティンは良くないルーティンです。自由なルーティンですね。好きなことをするダラダラ生活でした。本当に面白くない、達成感もない、喜びもないんです。嫌ならやめたなんです。面倒ならやめたです。もう態度がもうそんな感じなんですね。でも今さら自由な生活をやめることなんてドクターできんわと思っていました。そうすると健康状態は悪いでしょ。そのうちに頭がね、お昼からフラフラするんですよ。なんで、ほら好きなもの飲んで昼からワインバーって飲むんですね。これ新しいワインです、奥さん、言ったら買いますわって言ってもうこうするんですよ。フレンチとか行って昼から、もう悪いルーティンというか、もう良いルーティンじゃないの。生活の習慣が悪すぎてこういう状態を作ってしまったんです。そう、ある日ね、あの友達が多いんですね。心配した友達がこう声をかけたんです。あのね、教会があるんだけど、毎週日曜日だけ1時間私に付き合って教会に行こうよって言ったんですね。でもね、朝起きて、朝だからあの悪いけどきちっとおしゃれしてきれいにして行ってって言ったんです。で、彼女は分かった、朝9時ねって言ってちゃんと起きて準備をして行きました。そうするとね、まあカラオケは行くんですけど、教会は歌を歌う、カラオケじゃない歌を歌ったらしいですね。生の歌で歌も歌うし、まあ肺にはよろしいですね。でもね、礼拝1時間終わったらですね、調子がいいんですよ。なんでだろう、気分爽快で、あれだけね食欲なくてお腹空かなかったのに、久しぶりに食べたい食欲が出たんです。おかしい、なぜだろう、大したこと何にもしてないのに教会で。良いルーティンがない生活から一つ脱皮したんです。肺活量を使う運動、歌ですね。あと節制ある、食事もしないけど、まあ、教会で出るご飯つらん貧しいもんですよ皆さん。ご飯と味噌汁と漬物や、それを食べて美味しいって食べるんです。今まではやりがいもない、楽しみもない、努力もしない、疲れと文句と悩みのいっぱいある生活でした。週一度教会で奉仕をする、そして歌ったり話を聞いたり、知らない人と挨拶をしてお友達になったりしたんですね。そして彼女はね、変わったんです。
生き生きし始めたんです。もうお昼からフレンチに行ってお酒を飲むことがなくなってしまいました。で、このお酒どうですかって勧められてもね、買わなくなったんですね。買うとね、家帰ってランチになると家で飲むんですよ。ちょっと今日もら買ったやつ飲んでみよう。そう、ずっと飲んでるんですよ、午後から。信じられる？旦那が8時か9時帰ってくるまでずっと飲んでるんですよ。ありえないでしょ？チャンスがあれば、なぜ自分が変わったかっていうのを彼女は話すようになったんです。それほど嬉しくなったんです。神様、イエス様のことを話すんです。これはね、霊的な健康を保つ秘訣です。2000年前、クリスチャン一人一人が熱心に伝道したんです。まあ伝道したったらどういう意味かったらね、自分が変わった理由、神様から受けた恵みをね、友達に話したんです。知り合いであれば、あってもなくても関係なく一生懸命話すとですね、教会行こうよ、まあ当時は教会行こうよって言ったかな、教会行こうよと友達に声をかけたんです。これはね、すっごい尊い働きで、神様はいいよ、教会はいいよと悩む友達に声をかけてみてください。これが霊的な伝道ルーティンになるんです。ルーティンです。生活で大きな喜びのルーティンになるんです。だからその神戸のお友達はね、それを話すたびに自分が喜びに満たされるんです。伝道すると嬉しいんですね、自分が。私は御言葉を与えられてそれを楽しみました。御言葉は私に喜びとなって心の楽しみになりました。毎日毎日食べるだけ、まあ御言葉は魂の糧だから食べるんです。でもね、健康になるには運動が必要だから心に受けるだけではダメなんです。エネルギーを発散させ歩いて恵みを伝えることが大事なんです。証しをする機会があったらしっかりと証しをする練習、なんだっけ今日の言葉、ルーティンですね、を持つことがいいです。そうするとね、信仰の励まし、喜び、生活での生きがいがやってくるんです。信仰生活には良いルーティンが必要です。食べて運動、良い態度でルーティンを行います。いやいや伝道しないといけない、先生に怒られるからなんて言って伝道してもね、面白くないですよね。わかる？お弁当持ってね、私行く時がちょっと結構嬉しい。わかる？言ってること。なんとなくね、ウキウキして、ああ今日はなんだっけ、あ今度新選組の焼き鳥弁当だからみんな楽しみに、シニア楽しみにや。はい。ということで嬉しいんです。皆さん健康になるために良いルーティンを持っていますか？私と彼女が初めて会った時、彼女はね、私がね、イエス様に出会ってどうやって変わったかを一生懸命話すんです。笑い、喜びながら。イエス様の素晴らしい証を話してるんです。私聞きながらすごいと思ったんです。信仰の運動してるやんと思ったんです。良いルーティン持ってるやん、生き生きと。良いルーティンだな。素晴らしい人生を歩む秘訣がルーティンにあるんです。良いルーティンですよ、皆さん。皆さんはどんなルーティンを持っていますか？お祈りいたします。天のお父様、ヨブさんのように良いルーティンを、神様が喜ぶルーティンを私たちに教え確立させてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それではご起立いただきまして、賛美歌を賛美いたしましょう。Thank you.
のところを皆さん読んでください。主はあなた方と共におられます。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、私たちの主である神様に感謝いたしましょう。全能の神様、天地を作られた神様、どのような時もあなたの皆を賛美することは私たちの喜ばしい務めです。あなたはご自身の姿にかたどって私たちを作り、命の息を吹き込んで生きるものとされました。私たちがあなたから背いて離れても、あなたは私たちと一緒にいてくださいました。またあなたは囚われの時、私たちを解放し、私たちの王となることを約束し、預言者たちを通し、私たちに語りかけてくださいました。私たちは地上にあるすべての人と、身元にある主の民らと一緒に声を合わせて、皆を褒め、御栄を賛美いたします。聖なる、聖なる、聖なるかな、万軍の主なる神、その栄光は全地に満つ、いと高きところにホザナ、褒むべきかな主の皆によって来たるもの、いと高きところにホザナ。聖なる神様、あなたはイエス様をこの世に遣わされました。イエス様は病気の人を癒して、飢え渇いたものを潤い満たし、罪人と一緒に食事をされました。福音を述べ伝え、救いを示し、虐げられている者を解放し、天の国が近づいたことを告げ知らせてくださいました。私たちはイエス様の苦しみ、死、復活によって罪と死から救い出され、永遠の命を与えられ、水と御霊によって新しくされることを覚えます。イエス様は引き渡される夜、パンを取って感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体です。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後、杯も同じようにして、昼からずっと飲んじゃうわよ。この杯は私の血によって立てられる新しい契約です。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。父なる神様、あなたはこれによりイエス様の贖いの恵みを私たちのうちに確かなものとしてくださいました。感謝を持って私たち自身、心と体とを神様に喜ばれる生きた聖なる供え物として御前に捧げます。キリストは死に、キリストはよみがえり、キリストはまた来られます。全能の神様は、ここにあなたの御霊を遣わして、私たちの交わりを清めてください。ここに備えられているパンと杯を主の記念の技のために聖別してください。この記念の技を通し、私たちがしっかりイエス様の体につながるものである自覚に生き、イエス様の血による新しい命の交わりを喜ぶことができますように。また、イエス様が再び来られる日を待ち望みつつ、イエス様の御旨に従って隣人に仕えて生きるものとしてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、ゆうさんお願いします。それではご一緒にお祈りを捧げます。
永遠なる神様、ご自身を私にたちにくださったこの恵みを、不思議な御業を感謝します。主の御霊に力づけられこの世に出ていけますように、隣人のために良い働き合いできますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。それではお立ちになって、祝祷を持って終わります。今日はですね、ルーム22と23で教会の T シャツを売っているそうなんですね。もしよろしければ買ってみてください。なんかいろんなものがあるらしいですよ。それではお祈りいたします。私たちに良いルーティンを教えてくださる、そして祝福してくださる素晴らしいイエス様の恵みと、父なる神様の優しい愛と、聖霊がくださる親しい交わりが一人一人の上にありますように。アーメン。ご着席ください。それでは、報告に移ります。今日初めていらっしゃったカオルさんのお嬢様でひかりさん、ようこそあとは大丈夫かな。では報告に移ります。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを持ちましょう。日曜礼拝は日曜日の朝9時から YouTube でライブ参加できます。過去の礼拝も閲覧が可能です。月曜7時からは Zoom のバイブルスタディ。第2、第4日曜日の6時30分からは教会でバイブルスタディ。日曜日の4時から Zoom 子どもサンデースクールで、第1、第3月曜日の7時30分からは Zoom の漫画のバイブルクラスがあります。日曜日6時からと木曜日7時からは卓球のミニストリー。第3土曜日はシニアのためにお弁当が準備されます。11時30分から12時30分受け取り時間です。忘れずにピックアップしましょう。希望される方はオフィスまでご連絡ください。無料となります。8月の5日から10月の7日までアリソン牧師が長期休暇となります。10月の18日金曜日1時30分からシニアランチの準備です。奉仕できる方は教会のキッチンにお集まりください。10月の20日日曜日日英合同礼拝、礼拝後皆で奉仕をしてランチがあります。12月の7日土曜日4時30分から市民クラスコンサート、フェイス教会は桜コーラスと一緒にさやかに星はきらめきを歌います。6時よりお茶の時間、お茶の準備ができる方は3時半にキッチンにお集まりください。他に何か連絡事項ある方いらっしゃいますか。さっき先生がおっしゃった22、23でもって T シャツ売ってるというの、新しい製品が一つ増えたんです。これ売ってますね。はい22、23、23、はい、わかります。あと他になければ以上となります。あれ以上です